206シリーズのワンクラス上となる欧州 C セグメントに属し、フォルクスワーゲンゴルフやオペルアストラといった競合をライバルとするのが、2001年に登場したプジョー307シリーズだ。当時の欧州 C セグメントの拡大成長路線の火付け役は、何を隠そうこの307である。307はデビュー当時、ライバルのゴルフやアストラを超えるため、先代モデルの306に対して大幅にサイズアップしてきた。2004年に登場したゴルフ5のボディサイズがこの307に極めて近いことからも、307の先見性がわかる。また307は内外装のクオリティや走行性能でも先代モデルを大きく超えた1台であった。プジョーの屋台骨を支える量販モデルだけに、307は豊富なバリエーションを持っている。ホットハッチである XSI をはじめ、主力グレードの XS、 モノフォルム風ワゴンの SW、 ブレーク、そしてクーペカブリオの CC といった具合だ。これに組み合わされるエンジンも 1.4 リットル、1.6 リットル、2リットル、さらにはディーゼルと幅広い。このうち日本に輸入されたのは2リットルと 1.6 リットルだ。最も強力な2リットルの直列4気筒 DOHC は、最高出力137馬力、最大トルク 19.4 キロを発生。1.6 リットルの方は最高出力108馬力、最大トルク15キロを発揮する。ギアボックスは5速マニュアルが基本だが、日本では4速オートマチックを組み合わせたモデルが中心となった。307cc は 206cc と同じ手法を用いて作った4シーターのクーペカブリオだ。WRC を戦う WR カーのベース車両として、プジョーがこの 307cc を選んだことも非常に興味深い。